今あの素敵な女神に囲まれてこのレッドカーペット出ていらっしゃいましたが、はい、ご気分はいかがでしょうか。いや、それは上々でございますよ。でも東さんご自身の女神も決まってようやく、はい、そうですね、ですよね。ようやくですね、出荷先が決まりまして、引っ越し先が決まって、出荷先です、私の出荷先が決まって、はい、まあ、年内入籍ということで、はいはい、12月、はい、お誕生日とか、まあ、先にそうですね、だからそこら辺りで、僕も大晦日で、彼女も22日なんで、はい、まあ、その辺りで、まあ、どうにか、まあ、クリスマスもあるんで、その間を取るのか、どっちの誕生日を取るのかとか、あ、じゃあもうその辺お楽しみな感じで、そうですね、で、はい、今回はその縁結びの神ということですよね。まあ、今しかないでしょこれはね今ね縁結び、はい、そういう神に選ばれたご気分っていうのはいかがなものでしょうか。そうです、やっぱ調子に乗っちゃいますよね、こういうの選ばれちゃうとね金のものをお持ちだということです。あ、そうですね、何かまだちょっと、ね、いいですか、今いいですよ、見せていただいても。今日はですね、金延べ棒の方を、うわ、今回は札じゃなくて延べ棒できました、今日金できましたか、金ですから。で、今日はあの金の何かあのモチーフといいますか、準備するように言われましたんで、一応あの今日はあの何ですか、あ、金の、はい、そこに金が、はい、バックルで、料理の人間なので、のワンシーンワンシーンがやっぱりその盛り付けとか、あのやっぱり色の使い方とか奥行きとか、そういった部分であのよく映画を見てますね。はい、そして今日女神にあの選ばれたお気持ちというのはいかがでしょう。いや、恥ずかしいです、はい、拝見してもよろしいでしょうか。これしかないかなっていう、わ、それ金メダルですか。はい、そうです。ちょっと近くで見てもよ、人生無駄ないですね。無駄がないですか、今。あ、そういう意味では充実したニート生活、まさか自分自身かつてのニート経験がね、はい、こういった形で仕事につながると思わなかったですね。そうですよね、ニート生活、そうですよね、ですね、はい、この、あのインモータルズ、分かりやすく言うとですね、セントセイヤをですね、はい、自社版化したようなですね、はい、そういう非常に面白い迫力のある、映画です。みんなすごい体してるなっていう、どうやってあの体を作ってるのかなっていうことに僕は目がいっちゃったんですね。激しいアクションがいっぱいあるんで、まずそれを楽しみにしてもらって、でその戦いに影響されて外では戦わないようにしてもらってと、はい、すごく光栄です。このお話をいただいた時は、あの声優の仕事をしたことなかったですし、あの普段から演じることを仕事にしているわけではなかったので、私でいいんですかっていうのが本当に正直な気持ちだったんですけど、そうやって言っていただいたんで、できるだけアテナに近づけるように、はい、頑張ってみました。縁結びの神ということですけれども、そうですね、だからまあね、最近はそんな報道もありまして、はい、まあ、縁結びっていうとね、普通は誰かと誰かを結ぶわけですよね。そうですよね、俺どっちかというと結ばれた側のそうですね、方なんですけどね、はい、あの結城さん、はい、あの様々な神が今日来てますけども、結城まみさんにとってやっぱ縁結びの神っていうのは非常にこれはご利益に預かりたいんじゃないですか。これはちょっと後でこうちょっと触らせてください、どうぞどうぞ、はい、なんかだんだんご神体みたいな変な感じになってきてますけど、いろんなとこ触っていただいて結構です。いやいやいや、肩とかそういうとこだけで大丈夫です。はい、よろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございました。以上でフォトセッション終了となります。それでは大きな拍手でお送りください。神々の皆さん、東隆弘さん、川越達也さん、杉村太蔵さん、正人さん、金田ゆかりさん。